ジャムゲー YouTube、今回の動画は YouTube1 周年記念ということで質問コーナーをしたいと思います。試合前の勝負飯は何ですかということで、勝負飯、特にこれっていうのを決めてるものはないですけど、連日までにしっかり米、糖質をしっかりとるっていう、ことと、当日は消化にいいものっていう感じで、あんま朝早いレースだったらそんなにこう量を食べずにお腹にこう負担をかけないように、食事をとるっていう、野菜とかは当日の朝とか食べちゃうと食物繊維が多くて便通が良くなったりしちゃうので、お米だったり、あとは餅とか、カステラとかおすすめかなと思います。で、僕は夜遅いレースとかだったらうどんとおにぎり食べたりとか、あとバナナ食べたりとか、そういう感じでいつもレースに臨んでます。大地くんの好きな100人一首教えてくださいということで、100人一首は何にも分かりませんので次回発表したいと思います。そんな時はどうやって乗り越えますかということで、僕はなんか陸上の試合の映像とか見ますね。自分にはこうダメなのかなって思う時とかもあるんですけど、自分の映像とかもそうですし、あとは他の選手が活躍してる走りを見て、やっぱり自分もああやって速くなりたいなとかいうふうに、思うことっていうのはすごく大切で、モチベーションも上がってくるので、落ち込んだ時っていうのはそうやって陸上の試合を見てもう一回頑張るんだっていう気持ちを養うっていう感じですかね。はい、次、怪我をしない方法をぜひ教えてほしいですということで、本当に強くなるためには怪我をしないことっていうのはすごく大切なことです。で、僕が実践しているのは、交代浴ですね。温かいのと、水風呂。普段僕も家だと水風呂っていうのはないので、温かいところに入って、シャワーの水で、足を流して、それでやった方がいいのは2対1の法則で、例えば1分温かい方に入ったら30秒水風呂に入る、温かい方2分だったら1分水風呂、水シャワーを浴びるっていう、そういう時間とかも測ってやったりするとより交代浴の効果も出るかなと思います。で、その後にお風呂出てからストレッチをやるっていうのが僕のケアの仕方なので、もちろんこう怪我をしてしまうっていうのはそれだけこう強くなるためのギリギリの練習をしてるっていう証拠だと思うので、でもそれで普段のケアをしておけば怪我を防げることにもつながってくると思うので、やれることっていうのをやることが大切なのかなと思ってます。自分が走ってて後ろから絶対負けたくないライバルが追いついてきた時、どんなことを思って走りますか？そうですね、やっぱそういう時に気持ちで負けたらダメなので、後ろからこう来たとしても絶対負けないぞっていう気持ちを持って走るっていうことが大切だと思います。はい、陸上の大会等でいつも自分に言い聞かせてる言葉はありますか？そうですね、言い聞かせてる言葉はやっぱ自分にこう自信を持てるようなこう言葉っていうのをかけるっていうのは大事かなと思うので、絶対いけるぞとか、あれだけ練習やってきたから大丈夫っていうふうに思うことっていうのは大切だと思うので、僕なんかは怪我明けとかあんまり練習ができてないなっていう時は試合の結果もあんまり自分が望んでた結果っていうのは出ないことが多くて、いい練習ができたっていう時はいい結果が出ることが多いので、やっぱその自分のやってきた練習に自信を持つっていうことはすごく大切かなと思います。頑張ろうと思える時はどんな時ですか？やっぱり、今僕は活動している中で支えてくれるスポンサーだったり、支えてくれるチームのメンバーだったり、自分にこう時間を使ってくれる人たちっていうのがこのことを考えると、やっぱり頑張らないといけないなっていうふうに思うので、本当にあとはファンのこう YouTube に対してのコメントだったりっていうのも毎日いつも読ませていただいてるんですけど、そういう言葉っていうのを見ると今日も頑張ろうっていう気持ちになれます。なのでたくさんコメントお待ちします。早くなるために絶対にやった方がいいランニング教えてくださいということで、そうですね、ジョギングとかの後に流しとか入れたりすると自分のこうスピードの能力っていうのが少しずつ上がってきたりとかするので、僕も疲れてる時とかいい動きで走れなさそうな時はやらないですけど、ジョグの後に少しダッシュ系の練習を入れたり坂ダッシュ系の練習をすると慣れるのかなと思うので、それ以外にもちろんインターバルのトレーニングだったりとか長い距離の練習だったりとかいろんな練習はあるんですけど、意外とそういう自分でできるちょっとしたことっていうのが強くなるための近づける練習なのかなと思ってます。